どうもこんにちは。27歳になったトベでございます。今回はねグローブをオーダーしたくて、今回は誕生日祝いということで自らにねグローブを買いたいと思いまして、でダルビッシュさんのグローブがすんごいかっこいいなと思ってたんですよ。見たことありますかね、緑色のやつなんですけど、非常にかっこいいと思って、なかなかね緑色のグローブ使っている方も見ないなと思ったので、まあ一つのアイデンティティとして、で僕緑色が非常に好きなので持ってるものとかね結構緑色があるんですよね。あと今使ってるグローブなんですけど、僕が中学校3年生の時に高校野球で硬式やるぞっていうねまだ熱い気持ちがあった時に、その時にね買ったグローブなんですけど、それをね今もずっと使ってて、なので12年使ってるので、まあねかなり愛着湧いてて、本当はねこのグローブと一緒に野球を引退するつもりだったんですけど、少しね切れちゃったところがあって、まあね今後もねそのグローブをずっと使っていく予定ではあるんですけれども、まあねグローブのオーダーにもちょっとね憧れというものがありましたので、特産 TV とかクーニンさんとかがねウィルソンでグローブをオーダーしてる動画あるんですけれども、僕もねノリに乗ってオーダーしたいなと思います。でちょっとね飛べ調べしたところ、緑のグローブ作れるのって結構少ないんですよ。ダルビッシュさんが緑のグローブだったので、まあ、アシックスさんで作れるかなって思ってオーダーしようと思ったんですけど、緑色全然ないんですよね。で2箇所に絞れたんですよ。でそれがウィルソンと、まあ、スミレスポーツさんっていうところでの緑色が作れるということで、まあ作るんだったらせっかくなんでウィルソンで作ってみようかなと思ったのが今回です。2万センチになっちゃうとちょっと面白くないのかなっていうのもありますので、ウィルソンのオーダーの流れを一通りやっていくので、まあ、参考になればなっていうところでやっていきたいと思います。スタート。まあね、実はねある程度こんな感じで作ろうかなっていうのは大体決まってるので、まあ、公式ですね。で右投げで外野手用、まあ、かっこいいっすね。なんかこういう形今時流行ってますよね。このなんかメジャーリーガーでよく見る印象ですね。で僕は外野手なので外野手、やっぱり外野手といえばこういう網網っぽい感じのやつなんですけど、今回は僕ねこれがいいんですよ。これにしようと思います。この青木則親さんモデル、これね小指2本入れ対応ですね。僕小学3年生で野球始めたんですけど、4年生の頃にはもうこれ2本入れしてたんですよ。もう世界で一番早く2本入れやってたんじゃないかなというふうに思ってます。ってことでこれです。でここら辺はねちょっとねレザーとかで色ね選べないやつとかが出ちゃうんですよ。このシリアスキップレザーとかにすると緑色がなくなっちゃうので、緑色あるレザーをしっかり選んでいきます。グリーンです。おい、この段階で結構かっこいいですけどね。どんどんちょっとね緑色カラーにしていきたいと思います。背面これすごいいっぱい選べますよね。これ一つ一つ指一本ずつ選べるみたいなんですよ。どんどん緑にしていきますね。でめんどくさい場合はこれ他の指すべて同じカート色を反映するってことで、これ押したらね多分一気にバーンって緑色にしてくれるんですけど、これね最初皮を選んでからじゃないと色を選べないのを注意してください。僕もね最初ねこれ色を選べなくないかって思ってたんですけど、これレザーを選ぶことによって色が出てきてくれます。ブルーとかすごいいっぱい色ありますよね。多分ここら辺はちょっと社会人野球とかだと使いづらいっていうか使えないんじゃないかなと思うんですけど、まあね飛べ調べ的にはこの F グリーンっていうのは使える色だと思うので、もう緑で作っていきます。でねここら辺指は全部緑色になると思いますので、ここでね他の指すべてを同じ皮と色を反映するに押しちゃいたいと思います。ピッ、おお、こうやってね一気に色が変わりましたね。でここね最初ちょっと見た時ね分からなかったんですけど、これちゃんと全部色を選ばないと次に進めないので気をつけましょうね。これですね、この横の紐が今変わりましたね。小指掛け紐からこれも同じように緑で選んでいきます。この小指側の方が変わりましたね。こっちか、裏側もあ、ここですね、ここも緑にできるんですね。かっこいい。もうこの段階でだいぶダルビッシュさんのグローブっぽいですよね。でここねちょっとねこのウェブの部分、ウェブっていうんですね初めて知りました。ウェブはやっぱりね外野手っていうとこの網網っぽいのが一般的かなと思うんですけど、ちょっとね憧れというかメジャーリーグ見てるとこういうタイプの人もいるなと思ったのを印象的だったので、今回はねこの WT セカンドかな2かな、これを選んでいきたいと思います。でこれももちろん緑色にしたいと思います。だいぶかっこよくないですかこれ緑いいと思うけどな、あんまり見ないですよねやっぱり緑色のグローブ。そう思うとやっぱダルビッシュさんとかすごい偉大だと思います。でレース、あーレースここですね、このレース、あーいいですよ。全部緑にするとあれかな、黒でもいいかもしれないですね。ここら辺黒とかに分かりやすい色にしとかないと、もしも紐切れちゃった時とか緑に変えづらいとかありますかね。まあ、ここはまあ緑にしておきましょう。あダルビッシュさん何色かちょっと一回調べてきますね。
はい、戻ってきました。ここのレースの色も緑だったので、僕も緑にしたいと思います。いや、マジで、ダルビッシュさんのグローブめちゃくちゃかっこよかったっす。じゃあ次に、ウェルティング、はみ出し。ここら辺は？ああ、これじゃあ玉はみの方が、緑色選べるので、あ、ウェルティングってそこの色か。そこの色は、確かダルビッシュさん白っぽかったような気がするんですよね。うん、白っすね、白。なので、僕も白にしたいと思います。次、バインディング。これはどこですか？これはどこの色ですか？あ、そこか。そこも緑でいいでしょう。そこも緑でいいでしょう。こっちここ白の方がなんかかっこいい気がしますね。あれだ、ダルビッシュさんピッチャー用だからなんかここら辺があれでした。よくわからない状態になってました。緑にします。これ、縫い糸は、やっぱり白の方がいいんじゃないかな。なんかここら辺は全部緑にするというよりかは、白の方がなんか少しね、コントラストというか、なんかここ白の方が締まりがあるというかね、そんな感じがするので、ここはホワイトにしたいと思います。土手、なんかよくわかんない。土手、なんか変わった。あー、ここですね。ここですね。ここなので、なんかおすすめって書いてあるので、おすすめにしときましょう。困った時はおすすめですね。ベロ裏、こっちの方がわかりやすい。ここですね。この、あー、なんだ、エアフロー。あ、エアフローにしたら1500円増えた。エアフローってなんぞや。ちょっと一回調べてきますね。はい、わかりました。なるほど、なるほどですね。エアフロー、まあ、エアって書いてあるだけあって、通気性抜群みたいな。通気性が抜群らしいです。夏にも涼しいよ、みたいな。エアフローグローブって調べたら、バイクのね、グローブが出てきて、まあ、どういうこっちゃって思ったんですけど、これね、エアフロー、涼しいよっていうやつです。あー、これどうしようかな。つけようかな。涼しい方がいいよね。これ涼しくなるんだったらいいかなと思うんで、ちょっとエアフローつけてみます。誕生日なんでね、思い切っていきましょう。で、無料オプション、無料でオプションつけられるんですか。お、なんかあれですね、ここが変わりましたね。あーわかんないな。なんかこっちの方が可愛いです。コロナカット、あ、ここですね。ちょっと待って、あ、ちょっとかっこいいですね。あ、ちょっとコロナカットかっこいいので、コロナカットにします。で、絶対こっちでしょう。めっちゃ可愛いじゃないですか、ウィルソン。で、ラベル、あ、ラベル。ラベルね、これちょっと迷ったんですけど、やっぱグリーンブラックか、なんか僕的にはウィルソンってこっちの印象が強いんですよね。このウィルソンって書いてあるやつ。で、ここちょっと悩んだんですけど、いろいろね、これ実は一個ずつこうやって合わせたりしたんですよね。で、カモフラージュとかもあったんで、カモフラージュかと思って、ちょっといいかなと思ったんですけど、今回はこっちにします。後悔しないようにね。後悔しないようにしていきましょう。で、これで次と。で、ここにね、なんかいろいろオンネームの選択ってことで、刺繍ができるんですよね。僕ね、あんま刺繍好きじゃないので、今回は刺繍なしにしようかなって思ってるんですけど、ここだけちょっと気になるんですけどね。ここちょっと気になってるんですけどね。まあ、これもいいかな。これでいいかな。あ、79,50円。あれですね、エアフローを足したことによって消費税が79,50円。まあ、でも、せっかくなので買わせてください。で、こうやってね、一応全部決まったら、まあ本当にちゃんと確認して、これでいいですかっていうのをちゃんと確認できたら、今パソコンで僕やってるんですけど、まあ、PDF をダウンロードする、 PDF をメールで送信するってことで、オーダーシートをダウンロードできるんですよ。で、そこからちょっと印刷して、これですね、印刷したオーダーシートをウィルソンベースボール取扱店にお持ちいただくか、メールでオーダーシートを上記取扱店に送信するか、まあ、オーダーシートを作成時に表示された ID を上記取扱店に連絡するって感じですね。で、まあ、この ID っていうのは、これ、PDF をメールで送信したときに一緒にね、教えてくれる ID ですので、まあ、後ほどまた確認しましょう。ここにね、ウィルソンのベースボール取扱店検索っていうのがありますので、これね、もうそのまま飛べるので、ポチッとな。で、こうやってね、ウィルソンの販売店を探すっていうのがあります。で、これ、ベースボール&ソフトボールですね。これを選択して、これですね、ウィルソンベースボール&ソフトボール。これで、まあ僕は今埼玉に住んでるのに、埼玉ポチッと押すと。で、そして検索しますと。そうすると、あ、結構多いですね。ビクトリアスポーツモール、越谷レイクタウン店。あ、アーデルバッティングドーム。ふん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 。意外といっぱいありますね。意外といっぱいあります。多分見る限り僕はレイクタウン店が一番近いかな。あ、違う、スポーツカムイ店、三里店があります。ここにしましょうかね。そうですね、僕はこのスポーツカムイ店、スポーツカムイ三里店になると思います。
ってことで、ね、僕はね PDF をね一回ダウンロードしたいと思います。 PDF を作成、これですね、これがさっき言ったこのコノグラブの ID、 ここら辺ちょっとぼかしておくんですけど、これね、この ID は一度しか表示されません。ご注文の際に必要になりますので必ずお控えくださいということで、ちょっと僕も控えておきます。写真撮っときます。でこちらからダウンロードってやると、まあこんな感じでシートがねダウンロードができますと。でこれを印刷して取扱店に渡しに行くか、もしくはメールで送信するかっていう感じですね。またね、なんかプラスしたいものがあったら、ここら辺にね、なんか自分で手書きで書いてねっていうのも書いてあったんで、もしもね自分で何かこういうね刺繍とか自分で書きたいなっていうのがあったら足していくって感じになると思います。ってことで、これが一連の流れになりました。はい、どうも。先ほどねオーダーシートを出しに行ってきました。一応なんですけど、行く前に電話したんですよね。ウィルソンのオーダーのグローブの取扱店ってなってるんですけど、オーダーシート受け取ってくれますかって電話したら、持ってきてくれたら受け付けますよっていうことだったので、早速ね行ってきました。でね、お店行ってオーダーシートをね店員さんに見てもらって、ね、とてもね店員さんがね丁寧でした。すんごい丁寧に説明してもらって、質問とかねちょこちょこさせてもらったんですけど、そのウィルソンのね冊子があるんですけど、それね照らし合わせてすごいね丁寧に回答してくれました。で一応お会計は先でも後でもいいよっていうことだったんですけど、先にお支払いしちゃいました。一応なんかね2ヶ月半から3ヶ月って言ってたので、11月から12月の間に届くよってことだったんで、また届いたらね報告の動画を上げたいと思います。普段はねバッティングのお話が超大好きなんですけど、今回はグローブのオーダーのお話でした。それではさよなら。